はい、どうも豚猫ゲームチャンネルにようこそ豚猫です。ですね、今回はまあ、メトロエクソダスをやっていきたいと思うのですが、実はもうクリアしてしまいましたね。楽しかったです。すごい楽しかった。楽しかったよ。もうね、それはもう楽しかったですよ。で、まあ今、難易度ストーリーっていうね、一番簡単な難易度でゲームを2周目をやっております。で、1周目はね、ノーマルモードで、クリアして、で、まあ、仲間もね、全員、いる状態で、クリアできてよかったなーっていう思い出があります。で、今やってるのはね、まあ、まあ、動画をね、シリーズでもし動画を上げるとしたら、まあ、もうね、このメトロエクソダス自体ももう、発売して結構経っているので、まあ、難易度一番高いモードで遊んでいくモードをね、皆さんにお見せできたらいいなぁと、まあ、要望があれば見せていけたらいいかなというような感じでやっていこうとは思うんですが、そのね、なんだろう、まあ、現在ね、ストーリー一番簡単なモードではあるんだけれど、まあ、敵がどういう風に動いたりとか、っていうのを見ながらっていう感じの、そうですね、下見に近いのかな。うん。でも、その一番ハードコアより上か。なんだったっけね。なんてモードだったっけ？忘れちゃったけど。一番最高難易度になると、まあ、敵のね、視野が広がるというか、プレイヤーを認知するのが早くなったりとか、まあ、要は目が良くなる、敵の目が良くなるらしいんですよね。なので、どう立ち回ったらいいかなっていうのも考えながらやっているところなんですが、まあ、とりあえず今はですね、その、どこをどう、やっていったら効率がいいかなとか、安全かなっていうのを考えながらやってるところですね。まあ、完全に1回目はもうほんと初見でもう楽しむだけ楽しんだので、で、一応動画を撮ったんですよね。ゲーム実況動画自体は。で、だいたい10時間ぐらい撮り続けたのかな。こう1時間ぐらいで区切りながらポン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 撮ってたんですけど、いやもうね、最初のうちはね、すごい楽しくて話して、ベラベラ喋りながらやってたんですけど、いやもうね、10時間ぐらい喋りながらやってるとね、さすがにね、喋る、もう疲れてくるしね、連続でやっちゃいけないなっていうような感じがしましたけど、でもね、こういうゲーム買っちゃうとね、もう、クリアしちゃわないことにはねっていうのがね、どうしてもあるのでね。まあ、実況者としてはそれはね、結構マイナスなんですが、ちょこちょこ、よいしょ。で、今はだいたいチャプター3ぐらいのカスピ海っていうところにね、いるんですが、まあね、ゲーム自体は、まあ、もうやってるし、他のね、有名実況者さんとかね、やってるからね、特にストーリーを見せるっていうような感じではないんですが、ん？あ、うさぎか。あっちになんかあるかな。あれは違うか。あれは違うな。なんか、また新しいのが。これ意外と、意外とですね、こうしっかり、こう双眼鏡で、いろんなとこにマークをね、新しくつけていかないと、案外ね、見過ごしてる部分が多い。Y の車これか。ボロッボロだから全然わかんなかった。じゃあどうしようかな。まあ、とりあえずメインの方行くとするか。まあ、ベラベラと喋りながら
ゲーム自体もね、クリアしちゃってるのでね、どう進もうかなーっていうとか、そういうのはもう完全に、あれですね、要は、効率を重視した感じのプレイになってるので、よいしょ。よいしょ。え、私ですね、メトロやってるとき、メトロ全シリーズやってるときに、要は照準、エイムサイトみたいなやつを、いつも消してるんですよね。その方が雰囲気があるので。で、最終的にね、一番難しいモードやったら結局、このエイムの、十字のやつがないので、でその練習も兼ねてね、常に、クッカ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 ッ
ね、まあ、ゲーム自体の、このゲーム実況的にもね、まあ、メトロ暗いからね、見せない部分がね、絶対見せられなくなっちゃうっていう部分が多くてね。ああ、もうアイテムはいっぱいか。行ってみりゃわかるわ。あ、まだ。よいしょ。あ、眩しい。ちょっとこっちは眩しいな。あ、300。こういう会話もね、全部ね、聞いた方がね。例えばね、ちょっと眩しいか、手前が。会話が終わった後にどうね、敵キャラクターが動くかっていうのもね、しっかり見とかないとね、効率のいい戦い方にはならないんです。もしや見つかったのか？見つかったってわけでもないか。彼がこの後どう動くか。どう動くんだ？敵があまり動かない状態なんだな。フィルターはまあ欲しいかな。ただフィルターもそんなに使ってねえからな。なるべくね、カルマのことも考えてね、行かなきゃいけないのが、メトロシリーズのね、まあ、カルマ気にしないで、ドンパチやってね、どんどん人殺していくってのもね、プレイスタイルの中にはありっちゃありなんだけど、アルチョムはそういうキャラクターじゃないからね、そもそもは。ガスマスクつけてるけど、息は苦しくないのかな、ここ。
くりした。あ、やばいやばいやばい、もう動き出したあいつ。ねえ、よいしょ。パンパン。あとはね、その難しいモードをやるにあたってね、上歩いてる。難しいモードをやるにあたって、その弾薬の効率、どの銃を使った方が一番弾薬効率がいいのかっていうのも考えないと。これ大丈夫なのかな。今な、そんなにな、このね、ストーリーモードでやってるとね、その素材がね、マックスの状態ずっと続いてんだよね。使うか。まあこの辺はちょっと参考にならないけどね、敵の動きをね、もう一回再確認するためにはね、こっちが上か。お、あ、バレるバレる。一応ね、なんか敵がね、こう敵がこっちを見つけたっていうか、探知したっていうような、パンチ。レザーサイドでね、こっちにはいない。敵がね、こっちをね、認識したっていうのがね、結構分かりにくいんだよね、こうナイトビジョンつけてると。かといってね、こうゲームをね、よいしょ、まあもういいか、もう敵ないし、よいしょと。本当はここはな、夜に来た方がいいんだけどな。日が出てきちゃったわ、普通に。いやー、綺麗だな。景色がすごいいいよね。あ、でも景色がいいって思い出したけど、このゲームフォトモードがあるんだよね、ほら。こんな風にね。カスタム。オート。オフ。焦点距離とかもね、選べるし、絞りもしっかりできる。ただこの辺はちょっとな、詳しい人じゃないとわからないよね、カメラのこの。すごい詳しく使えるから。フィルタームービー2 釉薬、おーすごいな、週末。フィルム粒子とかもあるの。いや面白いな、というのがよくわからないけどあったりとかします。まあね、あったとしてもね、写真を撮る機会ってのがね、そんなに。でね、ストーリー、ノーマルモードでやったときはほとんどこっちに気を取られてたけど、
こっちにもなんか人の死体があったんだね。あとね、改めてね、この2周目にやって2周目で気づくっていうのも意外とあるもんで、それを今ちょっと楽しみながらやってるのですが。まあアイテムは今いいかな。レッドレーザーでしょ？まあいいよ、これは。まあ、基本的にはね、武器としてはね、もうずっとティハールだと思うんだよ。このティハールがティファールっていうね、ティファールのティハールとね、被ってずっとね、気になってたんだけど、よいしょ。あと気になるのは、銃の、AK の弾に貫通力があるのかないのかみたいな話とかね。バレた？おっと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 、バレたバレた。いてててて、どっから出てきた？あ、そこか。わかりにくいよ。おっ、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 くそ。おっ、おっ、おっ、当たれ。くそ、当たってるはずだけど、あれ。おい、顔出せよ。あれ、もしかしてギールさん勝手にやってくれた？ああ、なんだ。見つかってもギールさんが勝手にやってくれるんだ。そんなに倒せなかったもんね。この人も勝手にやられたっぽい。っていうことは、まあ、ここはそんなに、実際にやったとしても無駄打ちしなくていいってことが今分かったな。でだ、次。念のため、こっちに変えて、もらっといて、さあ、いや、強化にしようか。で、こうして、いや、こっちかな。こっちか。いや、これをこうして、これこっちにして、これこっちとくか。こうかな。まあ、こっちしか下では使わないとは思うけど、念のため。ほとんどカスタムがないからな。もう。で、まあ、カルマ的には、この部族民の人たちはほっとかないといけないらしい。
はーい、上がるよ上がるよ。よいしょ。これでね、今ね、カルマがね、上がったことになった。で、下の時でもそうだけど、部族の人たちを、奴隷の人、部族民と奴隷を攻撃しちゃうと、多分カルマがたまらないから。В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. え、ちなみにね、雰囲気のためにもやっぱりちょっと、ロシア語でね、やるのが楽しいかなと思って、ロシア語でやってるんですけど。5 лет никто не приходил, один мунай байлер.Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Это, да, 映画の見方と一緒だね。一週目にとりあえず吹き替えを見た後に、二週目でこう字幕だけで翻訳だけで見るか、まあその逆かどっちか。最初はね、ストーリーがやっぱり頭に入れたいっていうのがあるからね、字幕込みで日本語音声でやった方が面白いよねっていうので。だけど、まだ使わせてくんない？если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный. ギルさんのカスタマイズかっこいいよな、こっちのストックかっこいいよね。でもこっちのストックの方が安定性が悪いっていうのがね、ちょっとね、見た目に反してなんところがあるのはちょっと。ただ安定性を悪くした方が、要はこのばらまきやすいから近距離では使いやすいのかなっていうところがあるんだよね。これの安定性をこんなベラッポに上げていいものかどうかっていうところも問題っちゃ問題なんだけどね。まあね、シャンブラーはショットガンだしね、そんなにね、安定性上げたところでっていうところはあるからね。で、まあ、このリフレックスサイト、まあね、倍率もちょっと上がるし、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、そのリフレックスサイトにすると、ナイトビジョンの時にね、ちょっとね、使いにくいんですよね。けどまあ、次下ではナイトビジョン使わねえからな。ティファールはいいな、これで。あと弾かな。いっぱいあるね。火炎瓶作っとこう。あと、そう、あれだ。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。これはいい。バッテリーより、フラッシュライト。この強化されたやつの方がいいな。下行くんだったら。大学コーチが今、知ってる限りじゃこの二つしかないんだよね。強化ガラスの方がいいのか、アーマーの方がいいのか、これがよくわからない。強化ガラスの方が、要はあれだよね。ガラス、マスクは壊れないわけだから、まあ、こっちかな、とりあえずは。で、まあちょっと使ったから、ギュールさん、ちょうだい。
もらっていくよ。2回集めちゃえばもう、まずまず、やっぱもう回収できちゃうからね。いや、ストーリーモードはすごい。余る。あ、ね、あ、ノーマルじゃない。ストーリーか。ストーリーモードだよね。やっぱ素材がすごい余る。Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Маленький. В звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. А сокото. Старик умирал. Молодой оставался. Сокото. Собак нефтяной слушал. Собака говорил.Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умерла. Гюль один оставался. ついた。あ、もう出ないか。ここをね、攻略するにはね、まあ、分かってるのはこのピハール。もう、まあ、発火タイプのやつに変えて、行けば。どこだっけ？こっちか。Вниз ты перейди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Ещё. Если маме вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить будет. Сколько жив будет. А, да, ここに出てくるスパイダーでね、敵はね、その、あ、雲なんだけどね、ちょっとサソリみたいな形をしてたりとかね、ちょっとね、核戦争後の世界じゃ、雲も変わったもんになるんだろうね、っていう。ほら。光も苦手だけどね、炎も苦手なんだよね。おうおうおお、そもそもね、このステージになってから、一番最初に、このね、発火タイプの、
悪化タイプの武器をもらうから。おー、後ろ後ろ。ちゃ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 。ここで使えよっていうのがね、もう丸分かりですよね。ここ降りたらあれかな？あ、向こうジャンプしていけるっちゃいけるんだけど、俺、前回ここ降りたことないので、ちょっと降りてみようかな。よいしょ。なんかあるかな？あ、あるあるある。あそこに人の死体があるぞ。どうやって行くんだろう、あれ。あ、こっちか。普通にこっちから行けんのか。ほら。あ、間違えた。暗いよ、怖いよ。暗いよ、狭いよ、怖いよ。あれ？この人、足の作りを見ると、あれか、ミラー大佐と同じモデルの体をしてるんだね、この人。へぇー。そんなことあったんだ。発見だな。よっ。あそこでミラー大佐がお亡くなりになってるとは知らなかった。でもないか。別に、まあ。今別にアイテム欲しいわけじゃねえし、いいか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おーっと、流しサイトマスク。あ、ついた。後ろにいるぜ。はい、暗い。いるぜ。あそこで勝手に石燃えちゃってる。ほら。あの、紋章センサーをね、このステージになってから手に入れるっていうのも、まあそもそもはここのね、スパイダー戦のために、手に入ってるようなもんだからね。どこだったっけ？こっちか。まあ、先につけといて。音が切れちゃうんだよな、俺の。ストリーミングの関係なんだろうけど。どうせたくさん余ってるし。
別にここはもう取ってあるからいいかなとは思うんだけど。ライト、ライト、ライト、ライト。でも、またね、後半じゃないな、次のエリアで、またね、あ、取るんじゃないよ。つけるんだよ。これ、あんまりガスは意味ないのか。ほわーんって燃えたりとかしないんだね。よいしょ。作業台がないと、この発火性の弾がね、作れないから、まあ、ここに入る前にしっかりね、準備しとくのがポイントかなーってはなってるのは。まあまあまあ、これは、おぉ、ほい。まあ、あとはそうだなぁ。まあ、火炎瓶が気持ち必要かなってぐらいだよね。あれ？こっちか。ん？どっちだ？この先行くのか。まあ、収集アイテムとかもね、あるからね。その辺も回収しつつ、今これやってるんだけど、なかなかね、攻略サイトとか見ないと分かんないよね。えい。リロードしとくか。あと、なんだ、ハードコイル先か。なんだ、サバイバルモードだっけ、忘れちゃったな。モードの名前はしっかり把握してない。ここ取ったらきつい、そもそも。あ、そうでもないか。息が苦しいとき、アルチョムが息苦しいって素振りを見せるしか判断しようがないからな。ちっちゃい子は何もしてこないからね。ギウルのお母さんの写真をここでもらって、あるとすればこの部屋にありそうなんだけどな。ポストカードがないか。いや、なさそうだね。おもつけとくか。えい。あれば欲しいんだけどな。ないか。
あ、ここじゃなくてあれか、ギウルの部屋にあったのかな、ポストカード。よいしょ。後ろからは来ないの？ここだと多分後ろから来られちゃうんだろうな。こっちじゃない、こっちか。ねえ、本来だったらここはホラーイベントになるんだけれど、この、もともとね、この発火性のティハールがあったおかげで、そんな怖くなかった。次のステージがね、またそんなにね、こう戦闘が多いステージじゃなかったっていうのもあるんだけど、その山の主っていうね、熊のミュータントがね、大変だったかな。あれがね、ハードコアモードみたいになってくると、どんだけ強くなってくるんだっていうのを想像したくないな、あれは。そのためにどう、素材を温存して素材を作ってっていうのをやんなきゃいけないのかっていうのを考えるとね、結構難しくなってくんのかなーって、こっちか。このステージは、このステージ、この部屋は、ただね、物があるだけだと思うな。ここの施設はね、この衛星から汚染状況をね、把握してたっていう施設なんだけど、まあ、核戦争後、でまあね、政府の指示をそのまま5年間ぐらい、ここで、汚染状況を把握してたんだけど、まあね、地下がね、崩壊してきちゃってね。まあ、維持できなくなったっていうのもあるし、その最終指令があってからずっとその指令を守り続けてきて、でまあずっとその割と最近まで
2033だからね、核戦争後20年後だから2013年、ほいっほいっ、あら約5年間だから2018年ぐらいまで、去年だよねぐらいまで、データを取り続けてたらしい、律儀に。でまあね、政府中枢もだいぶ混乱状態にあって、ここはマスルがいると、おっとっとっと、来るな来るな、あとこっち側と、まだこっちいる、こっちか、はい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 、お、あれ、まあ残りあいつ1体だけだと思うんだけど、まだいる？このね、モーショントラッカーがね、作動してる状況で、こういうね、生物と戦うって、若干、このエイリアンをリスペクトしてるよねっていうところが。まあ、見た目もヘイスハーガーに似てるしね。おい。よいしょよいしょよいしょ、まあ、難易度が上がったらこの弾が一発で効くかどうかっていうのは、うーん、多分効かないだろうな。嫌がらせ程度になると思う。あ、燃えろ燃えろ燃えろ、よし、こう、はい、おいしょ、あー、助けてТы прокмет. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принёс. Дамир, いつ銃が変わったんだ？確かスコープとロングバレルだったと思ったんだけど。Почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мёртвый был.Думаю, это наш шанс что-то изменить. Да, мне так-то. Гаурик, а? А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй.
Меня слушал, как и ты рассказываю. Гиюль-сан. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт, когда-то был. ヘビーロングバレルだったと思ったんだけど. Свяжись с ней, наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь, попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Ну, このね、ハテナがついたところはね、またやっていけば、武器のアップグレードとかもね、どんどんしていくのでね。Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. И все. Давай, Артём. Хорошей дороги. Мата а то да, не? まあ明るいとこに出たところで、そうだね。まあ単発の実況になるかな。まあ今回ね、メトロ、エクソダスはこんな感じでね、終わりになりますけれど。まあ何せね、メトロシリーズの中ではね、外を移動することが多い。うるさいな、ちょっと。俺が話をしてるんだから。メトロシリーズの中ではね、だいぶ外がね、こう明るい中でやるっていうね、3作絵にしてね、外が広大に広がってるっていうのは、まあ、なかなか新鮮だったんですけどね。クリアした人は知ってるんですけどね、最終的にまたメトロに戻るんですが。でね、その最後のステージがまたね、メトロらしいようなメトロ感のある、ステージなんだね。すごい。あ、なんかメトロに帰ってきたなーってぐらいな。この前の、川といい、ここのカスピ海といい、あ、ボルガ川とカスピ海といいね、両方とも開けたマップではあるんですけどね。あともう一個次か。発電所があるところね。いいねえ。悪い声、悪い笑い声が聞こえる。これはまたまたあれだよね。とにかくこのステージは特にあれだよね、マッドマックスな感じがすごいするステージだね。面白かったけど、お、なんだ？吸えるのか。お、お、なになになに？おおおおおおお。あ、ダークワン。チビダークワン。こんなとこで出会えるの？しかもなんか新しいパーツもゲットできたし。そんなことが起きんの？もう一回やってみるか。もう一回やってみようか。もう一回いける。あ、一回しかいけない。なるほどね。今のがね、前作。前作、前々作かな。で、出てきたキャラクターなんですが、前作かな？まあ、主に出てきてるのは。ダークワンっていうね、新種のミュータントが現れて、で、まあ、主人公、このアルチョムが、その、メトロに出るきっかけになった話がね、あるんです。原作ではなんだっけ？チョルヌイっていうんだったかな。まあ、なんか宇宙人みたいな見た目なんですけどね。まあ、それ、宇宙人らしく超能力も使うんですが。
まあ、その話はね、またね、まあ、別の機会だね、完全に。リダックスをやったら、本当はね、いいんだけど、今回はね、エクソダスをね、やってみようかなと思って、やってるんですけどね。まあ、こんな感じで、今回の動画は終わりになります。何を言いたかったか、よくわからない動画になっちゃいましたけどね。まあ、要はメトロすごい楽しかったよ。で、メトロまだ、これ全然やるよっていうような感じですよね、僕の中では。あんなところにあんなものがあるなんて、結構ネタバレだな。よかったよかった。新鮮なものがね、2周目じゃないとわからないっていうのもあったりとかするからね。1周目で全然気がつかなかったんだよね、僕あれ。いやー、新鮮でしたよ。で、まあ、こんな感じで、今回は終了になります。ご視聴ありがとうございました。